こんにちは、ファイナンシャルプランナーの近藤です。今回は、知って得する家知識、住宅ローンと資金計画の立て方ということで進めていきたいと思います。まずですね、いくら住宅ローンを借りるのかと、まあ大体私もですね、個別相談をずっとね、毎週のやらさせていただいてますけれども、9割以上の方はね、住宅ローンを組むということになります。そういう時にですね、住宅ローンがいくら組めるんだろうかっていう話になりますけれども、これ実は2つの視点がありまして、住宅ローンって自分たちだったらいくらぐらい借りられるんだろうかというのが1つで、もう1つはですね、いくらぐらいだったら自分たちは返していけるんだろうかと、こういう観点のね、2つがあるんですね。まずですね、住宅ローンいくらぐらい借りられるんだろうかと、そういう話になりますけれども、例えばですね、こういう感じで、ちょっとね、ある銀行さんの、ちょっと条件、ローンの条件をですね、出してきましたけれども、大体あるのがですね、やっぱりこの辺の、条件ですね。まず勤続年数、この銀行さんですと1年以上勤務していること、もしくはね、自営業者の方は3年以上勤務していること、まあ、商売していることと。で、年収がですね、150万円以上あること。で、年齢要件ですね、20歳以上で最終返済年齢が76歳未満の方、その他にね、保証協会の保証を受ける方、団体信用生命保険に加入できる方なんていうふうにありますけれどもね、こういうふうにですね、住宅ローンを組むにもいくつかの条件がありまして、これをクリアしてないと借りられないということがあります。例えば転職したばっかりですとかですね、年齢がね、もう結構年配高齢になってしまってますとか、そういう方ですと、そもそもローンを組めないということがあるので注意が必要です。じゃあこれクリアしてローン組めますね、うちローン組めますねとなった場合でもですね、いくらぐらい組めるんでしょうかということになりますけれども、ざっとですね、こんな感じで出てきますというのを見ています。例えばですね、年収が400万円ぐらいの方でした。で、家族の収入ということで、配偶者の方がですね、年収200万円ぐらいです。で、35年のローンで、審査金利、金利ってありますけどね、これ実際に借りる時の金利じゃなくて、審査する時の金利ですね。まあ今だいたい 2.4 から 2.5 ぐらいで審査すると言われてます。借りる時はもっと安いんですよ。もっと金利低いんですけれども、審査する時はね、ちょっとこれからもしかしたら金利が上がるかもしれないということも考えて、貸し出す時の金利よりは高めにね、審査されているのが一般的です。あと年収に対する返済割合やっていうことありますけれども、これもですね、銀行さんによってある程度基準決まってますけれども、だいたいこの辺ですかね、30% から 35% ぐらいまではですね、世帯収入に対して貸しますよっていう銀行さんが多いのかなというふうに思います。で、35% ですと、まあ、頭金300万円ぐらい準備できますというふうにしてみると、ここがですね、年収から見た借り入れ可能金額はということで4895万円、まあ、4900万円ぐらいという形になってきます。よくですね、ネットなんかの書き込みなんか見てみても、年収の6倍から8倍ぐらいまでみたいなこと書いてあると思うんですけども、それはですね、こういうところから弾き出されているということです。ただ例えばね、注意しなきゃいけないのはこういうところ注意しなきゃいけませんね。その他にローンを抱えてます。車のローンとかクレジットカードの利子払いとか、そういうのを抱えてますっていう人は単純に6倍から8倍っていかずにですね、例えば、月4万ぐらい、年間50万ぐらいローンを払ってますという形になってみますと、年収のこれね、これギリギリ6倍ぐらいですかね、これぐらいに収まってくるというような形になりますので、一概にね、年収の何倍というわけにはいかないんですけれども、こういう要素で借りられる金額がまず決まってくるということを覚えておいてください。その上でですね、もう一個の視点がいくらぐらい返せるのかという方になってきますけれども、これはですね、やっぱり今我が家が、いくらぐらい住宅ローンに充てられるのかという視点から見ていくとですね、私の場合はだいたいやっぱりこういう家計状況をですね、ちょっとヒアリングさせていただいて、その状況から見るといくらぐらいまでいけそうですねっていうのをですね、考えたりしています。例えばこれですね、実際の一例で、上が収入で下が支出っていうことになりますけれども、このご家庭の場合、現在の状況ですと、だいたい月30万円ぐらい入っていて、家計支出ですね、もろもろ使って28万5千円ぐらいです、1万5千円貯蓄がありますという形になってますけれども、実際にこれがですね、家を買った後だったらどうなるのかなっていうのを考えてみなきゃいけません。まあこの8万円ね、
今家賃払ってますけれども、さらにね今貯蓄に当てた分当てられるなっていうことになると、月々10万円は返済できるのかなっていうのね、こんな感じになってきますけれども、今お話しましたね、これだけじゃなくて家を買ったからね増える要素とか減る要素もあるんだぞということも合わせて考えておくことが必要です。ちなみにですね、じゃあ世帯収入に対してどれぐらいだったらローンを返済していけるのかっていうことはですね、これ一般的に返済比率っていう言葉がありまして、例えばなんですが、世帯収入800万円のご家庭ですと、このご家庭が月12万円でボーナス10万円ぐらいの住宅ローンを払うことで想定してますと、いった場合ですと年間の返済額がね12万円の12回と10万円2回164万になりますと、で164万割るこれを世帯年収で割ってみると 20.5% と、だいたいですね20から 25% ぐらいが平均水準となってきますので、このご家庭だったらこれぐらいのローンだったら基本的には適正の範囲なのかなということでね考えることができるんで、一つの目安としてはねこの返済比率って覚えておくといいと思います。ただね、いやうちはめちゃめちゃ車にお金かけたいんだとかね、家族旅行大好きから旅行にお金かけたい、お子さんにお金かけたいなんていうのもあるので、ご家庭によって違うんですけども、これはね一つ自分たちがセーフかどうかっていうねガイドラインにはなってくると思います。ちなみにですね、これは、ですね、それぞれの家計支出はどんな割合で使われてますかっていうところのデータなんですけれども、日本で見てみますと、この黄色が住居光熱費ってありますけどね、24.9%、だから大体やっぱり 25% ぐらいということで、まあ軒並みね、先進国の国々だとやっぱり 20% から、まあ、多いところでも 30% ぐらいまでなってるのかなというふうに思います。まあ、残念ながらね、そこまでちょっと裕福じゃない国はまだまだね、ご飯とかにお金かけなきゃいけないから家にかけられて割合って少ないんですが、まあ、この辺りの国ですとやっぱり20から 25% ぐらいが家の割合ということになっているのかなと思います。で先ほどお話ししましたようにですね、これ購入後の状況を見るときに家を買うと増える項目またね減る項目っていうのもあるんで、そういう項目のことも考えておく必要があります。例えば増える項目ですとですね、固定資産税、これ賃貸の時にはかかってこなかったですけども、家を取得すると払っていかなきゃいけません。だから固定資産税の予算を見とかないと、あ、さっきのね家賃プラス貯金でいけると思ったけども税金払えないよっていうことになってしまうんで、こういう固定資産税増えるぞっていうことはあることは注意です。あと自動車関連費なんかよくありますね、買う土地によってはですね買い物がちょっと不便だったりということで、結構遠方まで買い物に行かなきゃいけないんで、ガソリン代が高くなるとか、今まで車1台で生活できたのがここだと車2台で生活しなきゃいけないねなんていう感じでね、こういう移動関連費が増えることなんかもあります。保険医療費ですね、実は住宅ローンにはですね団体信用生命保険でさっき出てきましたけれども、こういう生命保険の機能が組み込まれてますんで、逆に言うとね保険なんていうのは、住宅ローンを組んだことによって増える保険の機能が増える部分もあるんで、今入っている保険は減らしたりとか、むしろ減らしたりすることができることもあります。で水道光熱費ですね、水道光熱費もねよく相談してあるんですけども、結構今あんまり使ってないんです、だからね、月1万円1万5000円で見とこうと思うんですっていうふうにあるんですけども、聞いてみると今家ってどれぐらいの広さですか、2LDK で50平米ぐらいですかねっていうふうにねよくあるんですが、でも実際にねじゃあ新しく建てる家ってそれぐらいの広さでいいですかと、いやって話になってですね、そうするとやっぱり家のサイズも大きくなりますし、まあ、集合住宅の方がね戸建て住宅よりやっぱり光熱費ってかかりにくいのでですね、残念ながら戸建て住宅にすると光熱費もねやっぱり増えることも想定しておかなければいけませんということで、さっきのね10万円で単純に見るんじゃなくて、光熱費がじゃあ増えるんだったらその分はこう削んなきゃいけない、固定資産税が増える分も削んなきゃいけない、まあ生命保険減らすだったらこう増やしてもいいかなということもね合わせて考えておくことが必要です。あとですね、見とかだけではさっき見たのはやっぱり買った直後の、家計収支なんですけれども、だいたいこれね、買った直後の家計収支なんですけど、だいたい多いのはですねやっぱりこれからお子様が生まれるとか、今度お子様が生まれたのでねそれを契機に家を取得しようなんてお話多いんですけれども、いや今ね2馬力で働けるうちは家計収支って楽な時なんですよと、その後にね、1馬力で頑張んなきゃいけない、もしくは奥さんがねちょっとパートとか時短勤務とかで 1.5 馬力で頑張んなきゃいけない、こういう時やってくるんで、こういう時の家計収支も大丈夫ですかっていうふうに見ときましょうっていうのはよくあります。
で、ここを見た上でですね、じゃあここがクリアできたら、まあその後ね、また2馬力戻ったら大丈夫でしょうっていうようなことでやっていくんで、買った直後だけじゃなくてね、数年先ぐらいは家計収支大きく変動する要素がないかどうかっていうのは見ておく必要があると思います。こんな年表ね、私も大体作って、ちょっとね、俯瞰的に、全体の計画というか、家計収支が厳しい時期見てみましょうということをやっていくんですけれども、やっぱりこう見てみると買った直後にね、ちょっと厳しい時期が来る方って結構多いのかなというふうに思います。あとですね、高断熱住宅の場合っていうのは実はこのね、光熱費っていうのを結構抑えられるのがポイントですということがあります。ですので先ほどお話したように、賃貸住宅からね、一戸建てにするとどうしてもね、光熱費増えちゃうよっていうケースが多いんですけども、むしろね、高断熱住宅にすると光熱費が抑えられるので、どうせ光熱費でお金かけるんだったらその分をね、住宅ローンに当ててあげるっていうのはね、大事な視点だと思います。これがですね、住宅ローンっていうのが今金利がね、 1% とか 1% 弱とかすごく低くてですね、その一方で35年っていう長いローンなんでインパクトが結構大きいんですね。例えば先ほどの月12万ボーナス月10万返済するとします。で、頭金300万しましょうか。月12万のですね、ボーナス月10万円ですと4840万円のローンという形になるんですけども、でもこれで光熱費3万円払ってるんだったら、じゃあその光熱費を1万5千円に抑えますと。じゃあその分の1万5千円をこっちへ割り振るとですね、どれぐらい違ってくるかというと、ここを1万5千円じゃあ浮かすことができました。その分住宅ローンに振りまくりましたってするとですね、さっき4800万円だったのが5300万円になるんですよね。この1万5千円の差で500万円になるんで、その500万円の分をね、僕はどちらかというと、どんどんこれから何十年も払っていく光熱費とか、これから上がっていく可能性がある光熱とかにかけるんじゃなくて、最初の段階で壁とか窓とかですね、そういう家の性能、断熱性能を上げるために、光熱費を削減するために使うっていうの方がですね、よっぽどリーズナブルじゃないかなというふうに思います。こういうところも含めて後々変わってくる要素もあると、で、住宅を購入した後に増える要素、減る要素もあるということも加味してですね、だいたいいくらぐらいまでだったら自分たち無理なく返していけるんだろうっていうのを抑えて、家の総額っていうことを決めていくことが必要だと思います。近藤さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。住宅ローンと資金計画の立て方の話のところでちょっといろいろ聞きたいところがあったんですけども、実際にその住宅ローンを組む時って、その、何歳ぐらいが、これから住宅購入を考えている方っていうのは、大体何歳ぐらいからやっぱりこう組み始めるのがいいとかあるんですかね、ベストタイミングは。そうですね、相談に来るのが多いのはやっぱ30代前半ぐらいの方なんですけども、やっぱりその時に考えようっていうのは、ああいうさっきの年表をまず作っていくんですね、で一緒に作って何歳で返し終わるのかっていう観点を見て、やっぱ皆さんね、スタートする年齢気にするんですよ、お子さんが小学校に入る時とか幼稚園入る時とかあるんですけども、何歳で終わるのかっていう観点が少なくて、結構失敗しちゃうのは、例えば社宅が何歳まで入れるからそこまで待っとこうみたいな感じで40でスタートしましたと。でも35年経ったらもう75歳なんですよね。そうですよね。でもそこまでどうやってローン返すのっていう話でして、そういう終わりの年齢から見ていくと、やっぱり30代前半ぐらいまでスタートしていく方が無理なく返していけるかなっていう感じがします。なるほど。住宅ローンってその、35年とか30年とか、いろいろこう区切りはあると思うんですけど、35年とかの期間がベストなんですかね。そうですね。僕はね、初めからもう60までで組みたいみたいなことも言われる方いらっしゃるんですけども、でもそうするとやっぱり毎月の支払いがものすごく高くなると、その中で人生でやっぱり、家計支出が多くなりやすい時期とかあるんですよね、それを考えると長く借りておいて、でゆとりがある時期に繰り上げ返済をしていって、老後に負担を残さない、こういう計画を立ててスタートする方がいいと思います。なるほどですね、ありがとうございます。あとそうですね、先ほどのこのシミュレーションの中で、頭金を入れられてたと思うんですけど、ローンの中に最近やっぱりこうフルローンっていう考え方もよく聞くなとは思うんですけども、なんかその頭金を入れるメリットとかデメリットとか、フルローンの方がいいのかとか、そこら辺ってどうなんですか。そうですね、僕はまずね、住宅資金考えるときには
大きく3つ順位をつけてまして、はい、1番はもし親御さんとかねおじいちゃんおばあちゃんから援助があるんだったら、うん、それはまず使いましょうと、はい、というのも今住宅資金のですね贈与に関して の、はい、あの恩恵贈与税がね、はい安くなるという恩恵が大きいのでそれは使っておくべきだと思ってます。で2番目はですね住宅ローンをうまく活用すると、それはですね住宅ローン減税っていうのが今すごくあの控除額が大きくなってきますので、極論言うとあのローンで借りるとですね、銀行さんに払う利息、その部分がほぼ減税で返ってきたりするんですね。ですので住宅ローン減税が使える枠の範囲は住宅ローンを活用していくと。なるほど。それで足りない分は少し頭金を入れるとかそういう感覚でいいのかなと思ってます。ただね銀行によっては、はい、頭金をある程度一定割合入れておくと、はい、それで金利をちょっと安くしますよっていうそういうメリットを出してる銀行さんもあるんですよ。ああそれは銀行によって違うんですね。銀行によって違うんですよね。だからそういうとこがある場合はじゃあある程度頭金を入れておこうがむしろ逆にメリットが出る場合なんかもあるんで。なるほど、はい、じゃあ例えばですねその頭金を入れずに、うん、その分は自分で貯蓄して、うん、じゃあ運用に回そうかとか考えられる方って、うんまあ、最近多いのかなっていうふうに思ってるんですけどそこは、まあ、どっちの方がメリットがあるのかなっていうのをちょっとシミュレーションしてみた方がいいっていうことですか、うん、いいですね、まあ、僕もいろいろね見させてもらってて、はいまあ、これまで3人ぐらいですかねめちゃめちゃ運用の方が効率がいい方すごい運用を若くしてねめちゃめちゃお金持ってる人がいるんですよ。やり手です、ね、そうしたらもう運用してくださいと。なるほど、はい、あのローンで調達しとっても現金絶対使わないで運用に回した方がいいです、うん、っていうことを言いますけど、まあ、それ以外の方は大概ね、うん、やっぱある程度硬い運用にしといた方がいいし、まあ、運用の方でプラス据えるっていうのも、ね、なかなか難しい部分あるかもしれないなと思います。わかりました、うん、ありがとうございます。ですね他に あとですね、うん先ほどのまたシミュレーションの中で、はい、頭金の他にあのボーナス払いっていう項目があったと思うんですよ、うんうん、でもそのボーナス払いって例えばまあ、今回みたいなこうコロナ禍とかになってくるとちょっと世の中の状況が一気に変わってしまうとなんかデメリットにならないのかなっていうのが少し不安に思ったんですがなんかあの入れた方がいいんですかね入れるべきじゃない実際僕はもう無理して入れるべきじゃないって言ってます。やっぱり今回のコロナもそうだし、はい、その前のリーマンショックの時ですねあの時なんかボーナスが結構ガクッと減っちゃった方が多かったんでですのであの実際に相談の時も8割ぐらいの人はもうボーナス払いない前提 そうなんですね、はい、組んでることが多いですね。ただ、まあ、例えば公務員の方だったりね、はいうん、あの大きな企業を勤めの方だったり、うん、もしくはもうボーナスの割合が結構高い方もいらっしゃるんですよ、うんあのうん、規模がね決して大きな会社でも、はい、そういう方の場合はじゃあボーナスが極端に少なくなることないでしょうから、うん、ある程度その返済比率がねあの問題ない範囲でボーナス入れておくのはいいんじゃないでしょうか。こんな感覚です。ありがとうございます、最後にもう一個だけちょっと聞きたいんですけども、最近やっぱり共働きの方が増えてるなと思うんですけども、うん、なんかあの提案の中でそのペアローンっていうんですかね、うんはいはい、その夫婦どっちもでこうローンを組む考え方ってあるじゃないですか、うんうん、あれはなんかメリットデメリットってある？そうですねあの実際にやっぱり最近共働きの方多いんで、うんですんでですね、まあ、収入合算っていうんですか、はい、連帯債務っていうんですけどそういう形でローンを組む方の方が多いかなと思ってます、うん、あその方が多いんですね。多いですねむしろ。でただメリットとしましては、そうすることによってさっきの住宅ローン減税、はいはい、これがですねご主人も税金払ってる奥さんも税金払ってるので、はい、2人とも税金を、まあ、取り戻すことができる還付を受けることができるっていうことがありますんでそういう意味ではあの2人で組んだ方がいいのかなと思います、うん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 、ただデメリットとしましてはその住宅ローンを2人で分けるっていうことは、うん、家の権利とか、うんうんまあ、土地の権利も2人で分けることになりますので何、うんうん、かあった時の問題とかね、もしくはあの本当にご主人が亡くなっちゃった時にも、うん、ローンがまだ奥様に残っちゃう、こういうことはデメリットとして。なるほど。その半分 の、うん、あの団体信用保険ってあるじゃないですか、うん、あれが結局半分半分になるっていうことですか。そうです。原則的にはその分だけしか団体信用生命保険で入ってこないんで、その以外の分は残ってしまうっていうことがあります、うん、ただね銀行さんも進んでて今一部の銀行では、まあね、どっちかの方が亡くなった場合にも全部ローンがなくなるっていうようなのをね、うん、
逆にそういうサービスを提案してきてる銀行さんも出てきましたね。そういったところもあるんですね。そうですね、そういった形でカバーしていくと、まあ、リスクをだいぶ減らしていけると思いますね。まあ、それもあれですね、先ほど言われたその、まあ、今後のライフプランっていうのを見たときに、うん、両方がこうバリバリ働いていくのかどうなのかとか、そういったところも見ながらこう組み立てていくっていう形ですね。そうですね、はい、そうしないとね、本当にお一人もう仕事辞めるつもりだったのに2馬力の前提で組んじゃうとね、きつくなりますからね。はい、そうですか、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。